画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあやってまいりました、礼拝堂へ行くという、ミッションの方、ここで続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。でここまで来たんだけどもね、このおばあちゃんね、でこの先に進んでいきたいと思います。いやー、これ教会かなんかなんだろうね、おそらく。ここも開けます。お邪魔します。元気が一番。あ、さっき来た裏口の方だなこれ。元気が一番、元気があれば何でもできますから。あ、カウンターキッチン素晴らしいね。おしゃれだね、うちのカウンターキッチンに似てるね。ここで美味しいコーヒーでも飲みたいところだ。うん？もうテンション高めでいきますから、謎のテンションの高めでいきますから。私はなんだ俺は、ネズミだな目的、子供たちはその使命を恐れてはならず、天国へ行けるという保証を称賛すべきである、天国に苦痛がない。大神父に授かった命は大神父のものである。違うだろそれは。神に授かった命は神のものである。子供たちは自らが神の敵であることに気づいていない恐れがある。まあ、この人はやっぱ狂ってるんだろうな。クジラは覚えているようなを救った。なるほどなるほど。ここも隠れる場所がありますけど、基本アウトラスト2になって隠れる場所増えたよね。でこっから飛び降りていけと、そういうことだね。おっと痛い、ちょっと痛い。え、回復しろ。今ので包帯召喚するの、召喚しちゃうのこれ。やだな、強制イベントじゃないか今の。お、うわー、あのおばあちゃん出てきそうだねこれね。おばあちゃん来そうだね。あのおばあちゃんはね、本当は優しい人なんですよきっと。乗り越えられそうな場所は、そういう場所を探せると。歌は聞こえるな。ママへ。あの人たちが何をするのか、カーソンさん、ママには黙っていなさいって言ったけど、手紙を書いてはダメとは言わなかったから、言わなかった。だからお願い、あの人を止めて私を殺させないで、ママを愛している、パパを愛している、ジュリアナと。ジュリアナか。殺されたのかな。あ、これで乗り越えろということだよね。 OKOK、 このフェンスで合ってんのかな。え、なに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 、今何のこれ、何のこれ、今押しながら後ろを見るって今出たよね。やめてマジで、後ろから声聞こえたんだけど、嘘やろ。後ろ見ながら押します。どういう格好だよそれじゃあ。謎すぎるやろ。後ろ向きながら押すって。あ、いけた、ここだわ、合ってたわ。あ、いたいたいた。うわー、もうな、あからさまな、あからさまな狂気を持っておりますね。あいつには関わらないでおこう。まずいことになりそうだ。ここにアイテムがないのか。ここは、あ、渡れなかったところやん、これ。とうとう渡ってくれたんだな。こっち側から行こう。あいつにはかかりません。あのおばあちゃんね、たびたびいるんだよ。ここは開かないのか。なんかこの狂気の村を見てると、バイオス4を思い出すよね。生き音がいるわ。なんでさ、こっち来てる。嘘やろ。よし、こうやって後ろを取ればいいでしょ。だって戻ってくるんやあいつ。
いつあれだな、警戒心高えな。あれ、このおばあちゃん消えたぞ。やったな、うまいこと避けたな。これいざとなったらこのドラム缶ですから。あったあった、いいね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 。手紙読んでる場合なのか、一瞬でやめとこう。包帯包帯、いやよかった。いけそうか、いけそうだなこれ。あ、ここですわ、これこれこれ、いけたな、合ってたな。私やるやん。あっちまでこれ押していけばいいわけでしょ。後ろ後ろ確認しながらね。いやいや怖い怖い、話しかけんね。ババーン、ババー、あれあれババーでしたわ。いやーこれ足速くなった、足速くなった。こうぐるっと回ってぐるっと回ってよ、ぐるーっと回ってこう入ればいいわけでしょ。いや、マジであいつ壁壊してくるわどういう力よ、どういう力っすかあれ。安心の樽、安心の樽。いや安心できねえ、安心できねえ、ババアおいなんで見つけれるんや、どういう索敵能力だよ。安心の樽じゃなかったのあれ。ふざけやがって、樽は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 。よし、安心の樽。いやびっくりした。これさ、あババアの足の速さが異常にありますよ。危なかった。でも一撃が耐えましたから。大丈夫かな。いや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 大丈夫じゃねえ全然大丈夫じゃねえババア叫ぶな、叫びやがって。いやーこれ足早い、足早い。ええどこもかしこも壊しやがってこの野郎。裏つけたんじゃないかこれ。今のうち今のうち押してこ、押してこ、押してこ。いける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 。よし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 。あのババアの裏をかいてやったわ。よしよし、いけたいけた。いやーちょっと待って、ババさんウェイ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 。私も大概の狂った人物ではありますけども、また首吊りかよ。いつものことやな、いつものことやな。むしろいつものことやな、ね、これ荷車押すのがこんなに大変だと思わなかったぞ。これたまにパチンって言うけど、そのぐらいじゃ私びっくりしませんからね。なんか変な歌流れてきてね。うわうわ何あれ、またチンコじゃあるまいな、あれまたチンコじゃあるまいな。これ来るでしょ、教会来たでしょ、礼拝堂来たでしょ。これはい、っていきましょう。お、クノース神父、これが大神父、これどれ、偉大なる預言者サバリン・クノース様へと。なるほど、レアードという人からの手紙みたいですね。これが大神父がいるところか。あのババアは大神父の使いなのかもしれませんね。おお、
すごいあれだね。うわ、なんだこれ、拷問室みたいだね。虫、誰だ、誰かそこに。ブレイクです、私は。よそ者。The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You had to kill me. どこで喋ってんの？俺を殺してくれ。With Mary. あんたか。He'll hurt her and not talk. If you kill me, no reason to hurt her. なんて書いてあんだこれ。うわ、とんでもない拷問やなこれ。痛いか、痛いか、乳首をつねってやろうか、私が乳首をいじってやろうか。一人一人ここに貼り付けにして、こうやって拷問をしていたんでしょう。これも拷問器具ですね、いわゆる。恐ろしい話だ。すまんな、君を助けられそうにない。開かない、開かないぞ。困ったな、ここかな。これ罪を告白するやつでしょ、これ。やだなこれ。そしたら神父さんが来て、罪を告白しなさいって来た。We found her,大神父来た。マジか。そうでしょ。これ入る場所間違ったんじゃない、これ私。どうやらここ、見えた。入る場所を変えたら見えましたね。クノー様来るぜこれ。ほら、来た。大神父の、これが護衛の人たちと、メアリーどこ？目を奪われてるからな、旦那は。どこだ？これは。夫婦の中を、あ、拷問、あ、メアリーそこやん。あれ、拷問器具使われるぞ。どうなる。アトラクションが始まってしまうぞ。裸にされてんのあれ。この楽園を無限地獄から救わねばならんと、私のリーンをまだ探しているようだな。ありがとう、ハゲチャビン。あれをこうやることで伸びていくんですね、背が。やばいやばい、ちぎれる。ちょうどクノス様で見えないんだね。うわー、まずいぞ。あー、背が伸びてるから。伸びきってる。まずい。どうなるん、あれ、どこが切れるん。教える。マリー、鉱山に連れてったと。出産は止められないと。あのデブ、ポマードのデブ。やばい、これ絶対約束守ろう。ああ、女を休ませる。関節が。
うわぁ、えらいことなってますよ。関節という関節が引きちぎれて。脇ももう、いやー、とんでもないものを見せていただきました。私今もうアドレナリンが出まくっておりますね。いやー、ありがとう。君ら夫婦の善意は私は忘れることがないぞ。必ずお前らの敵、あのデブを私が安崎にしてくれよ。任せてくれ、任せてくれよ。何この音楽。嘘でしょ、嘘でしょ。私追われてる、追われてるね。うん、多分追われてる。ちょっと待って、どこに逃げればいいんだね。じゃあさっぱりわからんで、こっちじゃねえ、こっちじゃねえぞ。間に合うのか。痛い。あんなの待っててくれた、私を引き戸をやるの待っててくれた。先に回復や、これ。いや無理、これもう急いでこれ開けます。こうやってでも急いでこの中入っていく、こうやって。でもパッカーやっていきますよ、これ。よし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 、来てる。早いなあいつら。オッケー。あ、よかった。防げた。あ、危なかったわ。帰っていきましたよ、あいつら。で、こっから中に入っていくと。あ、石像かよ。ビギラせやがって。で、あ、裏道を通っていくと、次の目的はですね、鉱山へ行くと。いうことみたいですね。鉱山ってどっから行けばいいんだろう。あ、こっから入ればいいんだね。至るところに隠れるとこがあるけど。お邪魔します。誰かいませんか？もういたらすぐさま、出ていくので、いると言ってください。もうすぐさま出ていきますから、この場所から。やだー、絶対その赤ちゃん死んでるやろ。苦しみなさいって言ってますね。お昼も夜もどんなあれなの、子守歌なのそれ。うわ、赤ちゃん並べてるわ。包帯があるんでちょっといただいてもいいですか。いただきます。ついでにミルクとかもいただけたら私も大変嬉しいんだけども。いや、一人泣いたいんだろうね、この人。え、私見つかってんのこれ。嘘でしょ、嘘でしょ。見つかってんの私。また農場来たもんね、私。うわー、これはわからんぞ、これわからんぞ。これお、ヒルビリーが絶対いるやつやん。とりあえず逃げましょう。闇雲に逃げるってのはまさにこういうことを言うんだろうな。まずい。よし、抜けた、危なかった。
疲れてますねこれ。よし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 。あー怖い怖い怖い。でも人気がいない。うん、なんだこれなんだこれ。風車小屋か。お邪魔します。誰かいるならいると言ってください。一応鍵閉めとこうかな私。念のためね、念のため。ただ中に凶悪犯がいたら私ただの袋のネズミよ。ほうほう、なんだここの場所は。うわっ、引き裂かれた。おいおい、たまに音楽ビビらせないでくれないか。でも鉱山に近づいてる気がするね。この先か、この上だな。さあ、おおおお、出たー、バイオハザードでも絶対必要になるクランク。どこだよクランク、マジかよ。いやー、ハンドガンが欲しいぜ。絶対この辺にハンドガンあるはずやろ。音やめてくれ、音近い、音近い。音パーンなるのやめてほしいね。とりあえず入って、ハンドルがどこにあるのかですよね。こっち側か。あった、いいね。しかも充電器まであるやん。いや意外と簡単なクエでしたねこれね。じゃあ帰らせていただきます。誰も出ないでくださいね。誰も来ないでくださいよ。うん、ただ私はハンドルをここにはめたいだけだから、何にも怖くないから。ハンドルはめるだけの仕事だからこれ。OK。さあ回させていただこう。連打か。音が鳴るよ結構大きな。大丈夫かな。That should do the trick. これでいいはず。え、これで。大丈夫これ。これで、あっちから行けってことだよ。マジで。なんかこれ戻るときなんかありそう。ほら、あの上を通っていくわけでしょ。いるいるいるわ。そこいるわ、ほら。もういるわ。懐中電灯を持ったあの男がいるわ。上に上に一旦行きましょう。急いで降ります。これ急いで降りて、ここ隠れておきます。で出てくるんですよこれ。こっからね、あそこドア破ってきたでしょ。で向こう側に行くんですよ、ドア破ったと。あいつ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 。で向こう側に偵察しに行って帰ってこないんで、この間に出ますわ。で行ってここですわ、ここここここ、これがあったのよ。いけた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 。オッケーオッケーオッケー、動物の死骸があるぞ。これどこだ。これまさに闇雲というか、鉱山ってどこだ。お、出たぞ出たぞ。もうこっちか。おばあちゃんいるやん。マジかよ。
よし、こっちから入っていきましょう。いや、まずいな。おばあちゃんも巡回してんのかよ、これ。どうにかして、探さんとな。おっ、おっ、おっ。フックが必要だって。マジかよ。よし、ここじゃないか、フック。どうだ、どうだ。ありそう、ありそう。フックありそう。いや、ここ違うの。いや、ここ、ここ、ここ、ほら。いける、いける。迷子になりそう、私、これ。ここが鉱山か。道が他にあるはずなんだね。うわぁ、なんだ、ここは。もう牛やら何やらがえらいことになってますけど。うわうわうわ、力いってみるか。違うな。うわ、なんだこれ、なんだこれ。うわ、これはきつい、これはきついな。動物を始末するところで人間もなんかこう通されてますね。マジかよ。あー、やな、やな予感がする。あ、でこっからも抜けれるわけだね。通らないといけないのこれ。マジでなんだこりゃ。おい、いいな。いや、隠れる場所あるけど、もうだよ、ここ。フックありそう、でも。フックは。こっちじゃないな、向こう側かな。何かが飛び出てきてもおかしくないぞ。あ、これだ。いや、絶対これ引いたらなんか起きるわ、これ。あ、で、あれ、オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。これでフックを取るわけね。はいはいはい。で、フックを取りますと。やっとですわ。あそこに文書があるんだけど。これ入らんといかんの、これ。これ、こんなところで、マルタへ我が最愛の娘を、我が領現を、我が復讐の天使をと。ここら辺気になる方は読んでみてください。さあ、これでも帰りたい。まずい、まずいぞ、あのババ来るぞ、これ。閉じられた。大丈夫、こっちから抜けれるから。誰だ閉じたんは。あのババアしかいないけど。やべえな、来た道戻れるか。これどこからばあちゃんの声聞こえてんのこれ。道戻れるかな。やべえ、声が近いぞ、あのおばあちゃんのクソババアの。私生き残れるかな、神様。お願いしますよ、神様。私に道を記してください。なんとなく歩いてるけど。行ったんじゃない、行ったんじゃない、行ったんじゃない。ほらほらほら、オッケーオッケー。ちょっと待って、分かりました分かりました。
こういうことね。で、これでもうすぐ入ると。よしよしよし。いや、ちょっとね、おばあちゃん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 。ごめん、お前、谷間見せんでくれ。頼む。谷間見せんでくれ。バザーの谷間見せんでくれ。そうですね、進みましょう。そんなわけで、この後鉱山へ、行くことになりそうです。ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。 Road to the mine is somewhere around here.